では、皐月賞に、イクイノックス、それからジオグリフ出走を予定していらっしゃる木村調教師に伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。クラシックに二頭出しというのはどんなご気分でしょうか。まあ、幸せな状況で仕事させていただいているっていうのを実感するのと、まあ、責任というか重圧というか、まあ、緊張もします。まあ、なんかその半々でせめぎ合ってるような気分ですかね。はい。今朝も開門前にあのウッドチップコースのコンディションを先生そっと確かめてらっしゃる姿が見えたりして、その後ろ姿にいろいろなその今おっしゃっての思いが滲んでいるような気がしたんですが、まあ、その辺の評価は皆さんにお任せします。まあ、まあ、毎週のルーティンで、はいはい、あんなことやってます。はい。やっぱりクラシックへという思いは相当強いと思うんですが、各場の個別のことについて伺う前にちょっとその辺の思いっていうのももう一言いただければと思います。クラシックですね。まあ、あくまで個人的になってしまうんですけど、やっぱりこうもともとその父親が競馬関係者だったわけでもなんでもないですし、まあ、そういうファミリーの中で育ってきたわけでなくて、全然戸様の手なので、まあ、本当に青島さんの実況を聞きながらこう競馬ファンでずっと楽しんでやってきた中で、こういう立場でね仕事してるっていうのはやっぱり不思議な気持ちもなりますし、まあ先ほど申し上げた通り幸せな環境で仕事させていただいてるなっていう気持ちに節目節目で思いますよね。しかもこの二頭出しがどちらも有力馬ということで、各馬についてなるべくコンパクトに伺っていっていればと思います。はい。まずイクイノックスについて伺いたいと思います。はい。2週連続でこの見本にルメールジョッキーが駆けつけての最終域になりました。2週連続ルメールジョッキー見本っていう、そのあたりの経緯であったり狙いというのも教えていただければと思います。まあ、ルメールさんの方からまあまあ体開けるんで伺いたいというふうに聞いていただいたし、まあ、それでこちらもお願いしたというところもありますし、まあ少なくとも当該賞は乗ってもらいたいなと思ってたんで、ルメールジョッキーによれば先週と今週で微妙に違うチェックポイントがあったようなんですが、先生そういう狙いはルメールジョッキーと打ち合わせをした上で今朝のお行きになったんでしょうか。まあそう、まあ先週のお行きり終わってから、まあじゃあまあその、まあ、1週間間空きましたので、まあその1週間の中で、この今日のお行きりをどうするかっていうのは最終的に決めたので、まあもともとの設計図があったわけではないんですけど、ルメルジョッキーによれば先週がそのスタミナ面のチェックで、今日に関してはそのスピードの部分のチェックということで、かなり手応えがあったようですけれども、先生ともコミュニケーションが戻ってきたとお取りになってたようですが。そうですね、まあ、簡単に言うとこういうことを確認して、こういうふうに乗ってこういうタイミングで行ってみてくださいということを、まあ、事前にお願いして、まあ結果的に外見上それができてたと見えたんですけど、まあ、それが実際ジョッキーの感触としてはどうだったのかを伺ったっていうところですかね。それにしてもイクイノックス前走のトースポハイミサイステークスも衝撃的な勝ち方でデビュー2連勝だったわけですが、そこから今週末の皐月賞に至るまでが何度も先生は聞かれていることだと思いますが、異例のローテーション、異例の感覚ということになるわけですが、改めて教えてください。何故これだけの間隔を空けてこの皐月賞というのにイクイノックスは至ったのか教えてください。はい。まあ、この馬を管理することになったのが彼がこう1歳の、初夏の時期だったんですけど、まあまあ、その時からまあずっと経過を見てきている中で、まあ、男の子で立派なこうタイプ各フレームは持ってるんですけど、まあ、なかなかこう何て言うんでしょうね、背骨周り、肉が持ってこない、筋肉が持ってこないっていうところがあって、で、割とこうどの1歳でも2歳でもどのステージ行ってもやっぱり疲れは残りやすい
ていう感じで、あの動きはすごいいい動きするんですけれども、そのいい動きさせた後のリカバリーっていうのはものすごい他の男がいる時間がかかるっていうのをずっと経営若い時からそういう感触で、で実際、2歳の、まあ、この時期ぐらい、ちょうど1年ぐらい前の私の厩舎に連れてきて、実際管理してみると、まあ、実際いいハードワークしに行くとやっぱりいい動きはするんですけれども、まあ、その後のこうリカバリーにものすごい時間がかかるなっていう感じ、まあ、あとは食事面にしてもまあこれだけ食べたらもうちょっと肉ついてきてもいいなというような食事量は管理してるんですけど、それに比してなかなかこう肉がついてこないという感じは受けてるので、まあこういわゆる昨今の常識的なというかセオリー的なローテーションで競馬使っていくと、あの春の一番いい時期にパフォーマンス本当のいい状態で持っていけないんじゃないかなっていうようなことは、あの割と早い段階から危惧してて、なんでまあ前走ああいう勝ち方させてもらって、ある程度賞金的にはあの余裕を持ってクラシック迎えるっていう状況は整ったので、まあ2月3月から競馬使い出すよりも思い切って4月から競馬使わせてもらえないかっていう提案させていただきました。馬のコンディションベストパフォーマンスから逆算すると異例じゃなくて、先生からすると自然な結論だったということになるんでしょうか。まあ本当はいっぱい競馬使っていっぱい勝ちたいんですけど、現状の彼のそのパフォーマンスを見せるにはやっぱりどうしてもそのだけの感覚が必要なのかなというふうに思ってます。あとこのイクイノックスについてはもう一つファンの皆さんも気にしてらっしゃるであろうことを代わりに伺おうと思います。任意回り、中山小回り2000いかがでしょうか。そうですね、まあ、まあ操作性は高い馬だと思ってるの で現状、まあ、右手前あるいは左手前のフットワークで大きく差はないというふうには手前どもでは考えているので、まあ、右回りに変わったから別段こうトップギアに入りづらいとか持たれるとかっていうことは現状では考えづらいなっていうふうには思ってますね。ルメルジョッキーも器用にどのポジションでもいい競馬ができると思うなんてことさっき話してくれたんですけれども、このイクイノックス本番に向けて送り出す先生の側からしても期待が大きいとだと思います。改めてそのあたりお聞かせください。そうですね、まあ、果たしてこういう状態の中で、まあ、中山の2000をどういうふうに走ってくるのか、期待を持ちつつ、まあ、なんとか注目度の高いまであることは十二分に私も理解しているので、多くの応援してくださる方に少しでも喜んでもらえるような走りを見せれるように、週末までやれることをしっかりやって、